秋篠宮家の長女、眞子さま、29、と婚約内定中の小室圭さん、29、が大炎上中だ。実母、佳代さんと元婚約者男性、A さんの金銭トラブルを解決すべく、今月8日に A4 用紙28枚に及ぶ文書を公表。録音テープの存在まで示唆して、A さんが工面した約400万円は、借金ではないと強調した。ところが、文書の評判が悪いと見るや、慌てて軌道修正。4日後の今月12日、A さんに解決金を支払う用意があることを明らかにした。ただし、どうも見切り発車で、A さんの代理人曰く、解決金の具体的な金額や支払い期限について言及はなかった。さらに、直近の週刊文春では A さん側も録音テープを有していることが判明。16日発売の週刊現代では A さんのインタビュー記事が掲載され、予想通り小室文書に納得いっていない様子が伺えた。ネット上でも二転三転する小室さん側の対応に非難ごうごう。書き込みの内容を見る限り、皇室の将来を憂慮するものばかりで、立ち位置的にはやじ馬よりも保護者に近い。テレビ関係者の話、皇室の話題がワイドショーで散々報じられることなど今までなかった。しかも数字、視聴率が良い。どれだけ世間の関心が高いかがわかります。こうした状況下でも小室さんは10月結婚に向けて準備を進めている。小室さんは順調にいけば5月に米ロースクールを卒業し、7月にニューヨーク州の司法試験を受験。その結果が10月に出ることから、その時期に眞子さまを迎えに行くつもりなのだという。実は宮内庁も2人の結婚を後押ししている。ぶっちゃけた話をすると、早く結婚していただいて一連の騒動に区切りをつけたい。皇室に関する仕事は他にも膨大にありますからね、宮内庁内部関係者。とはいえ、このまま結婚を強行して国民の理解を得られるとは到底思えない。秋篠宮殿下も昨年11月の会見で2人の結婚は法的に容認されたものの、多くの人が結婚を納得し喜んでくれる状況にする必要があると釘を刺した。宮内庁は結婚によって国民の皇室離れが起きないか心配しています。国民に寄り添ってくれた皇室のイメージが壊れてしまうかもしれない。それだけは避けなければなりません。どう？小室劇場は今クライマックスを迎えている。